1年1組てっちゃん先生、で今日は聞き慣れない言葉かもしれないですけど、最近野球界では OPS っていう数字があるんですよ。OPS 多分広瀬さんの時代にはなかったと思うんですよ。ないよ。まあ確かに何か最近、うん、メジャーとか、うん、そうですね、まあプロ野球の解説の中でもないかね、はいはい、まあ多分だからね、まあ OPS、うん、OPS はねちょっと一つ置いといて、やっぱりさボールの球種でもさ、今はさなんかフォーシームだなんだかツーシームだ何かさ、それがツーシーム、あれ見てて昔で言えば別にちょっとしたシュート、うん、スライダー、カーブ、その手だと思うけどな。まあ、握りが深い浅いで名前が変わったり、うん、でしょ。で一応 OPS っていうのは、うん、これメジャーではもうその数字でメジャーを動いてるらしいんですよ。それで動いてる。そうなんです。もう OPS の高い選手が重要な選手っていう位置づけなんですよ。OPS だろ。で一応ちょっと今日は調べてきて、調べてきたので。野球において出塁率と長打率を足して算出される打撃評価の指標のことらしいです。なんか簡単に言うと総合的な打撃貢献度を表す指標であり、数値が高いほど打席あたりでチームの得点に貢献する打撃をしている打者という意味です。うん、だからそれがスターティングメンバーに近くなっていくっていうことなんでしょう。そうですね。打率よりもその OPS 難しい、何が面倒くさくなるようなことばっかだよなプロ野球で現在までの最高数値を残しているのは誰だと思います？あれじゃないかな、パリーグソフトバンクの、うん、あだろ、はい、今度歴代昨年はそうです。ああ歴代、じゃあ昔からの、結構有名な王さん、あそう正解、やっぱり王貞治選手で、なるほど。1974年に OPS1.295 という数字を残されています。まあ当然世界で一番ホームランを打ってる人だからやっぱり塁、はい、それで当然警戒されるからフォアボールも多いってことは塁に出るから。ちなみに昨年の日本ハムでの OPS1 位は万波選手で 0.788 でした。なんか三振も多いイメージあるから面白いね。でなんか先ほど言われてた近藤選手は昨年のパリーグで1位だろ、はい、やっぱりな、0.959、なるほど。セリーグでは 0.958 で巨人の岡本選手。ちなみに先生は最高の数値は知ってますか？そんなの分かんない。1989年に記録した0.915。だけどそれはやっぱり少ないんだもん少ないっていうのは、はい、あんまり打席に立ってる数が少ないんですよ、はい、指定打席っていうのはあるんですよ、はい、もう400打席以上とかね、はい、その中で出すのすごいって、すごいだろうな今の監督コーチ、はい、どういうと考えるんだろうね。日本ハムが今2位で好調じゃないですか。うん、そうだね、今年頑張ってる。日本ハムの選手の OPS が、うん、万波選手が 0.733、うん、松本選手が、うん0.644、うん、で水野選手が 0.626、うん、そんな実は高くない。去年の近藤さんみたいに 0.9 だとかすごいんですけど、はい、だそれだけやっぱり投手陣が、だから今日本ハムが打率だとか打点が高いかっていうと、そうでもない。6球団の中で下から2番目、下から2番目で、確か俺チラッて、そう2割1、2分ですよ。いやだからはい、チームで打率ってあるか、はい、打率はいね、12球団で12球団、はい、トップのチームのチーム打率っていうんだ、はい、一人一人の全部トータルしてチームの打率の12球団でトップのチーム打率って何割だと、はい、まあ、全く野球知らないからさ、これからどんどんですよ、5割ぐらいです、6割ぐらいです、めっちゃ少なすぎてそしたらお前すごいわ、3割とかですね今言った最後3割って、で3割って言ったら素晴らしいバッターなんですよ野球で言うと。そうなんですね。もう7回も失敗するんだけれども、うん、
でも3回成功したらもういいバッターということは、ね、チーム打率が3割って言ったら、はい、もうとんでもない強いチームになるトップで2割5分いったらもうすごいことだ。歴代でも優勝したチームって言ったら2割8分9、俺らもうとんでもない点取ったよ、どっちの方が有利だと思う、ピッチャーとバッターだったら。ピッチャーとバッター、ピッチャーですか。そう、もうピッチャーの方が確率的に有利なんですよ、こういうボールを使った球に、はい、で守りからスタートするスポーツ、はい、球にって何、はい、守りからスタートするものですか、うん、球技、うん、バドミントンとか違いますよね、サーブって入れるところからだから、うんうん、だってもう野球しかないんですよ。あ、野球しかないんですね。ピッチャーがボール投げなければ始まらないスポーツだから、だからみんなやっぱり攻撃でしょ、サッカーも最初に。あ、確かに。でバスケットも一緒でしょ、うん、今バドミントンでもあれバレーでも、はい、なんで攻撃じゃん、はい、攻撃からですよね。そう、バドミントン、はい、バレーって言ったらまず攻撃ボールが来たらそしたら守んなきゃいけないじゃん、はい、でも守りからスタートっていうのは野球だけだから、はい、だから守りピッチャーを中心とした守りっていうのからまずチームを作る考えてるんですよ。